ごきげんよう、我らの食料、名サルパブエルパ。今日は何を解説するの？本日、紹介するのは総括なる捕食者、ベネルイグラムの解説が、変わった頭の形の生物だな。タコは飛び出なさそうだが、どうやって餌を食べるんだ？こいつの口は思考に開く。それを生かして獲物を飲み込むのだ。いえ、しか、思考に開くなんてとんでもない、化け物だね。しかも、恐ろしいことに口の中は赤いらしい。この世の生物とは思えない特徴ばかりだな。そして、こいつは恐ろしいことに、頭部のどこかに空気を通し飲む舐める。君を理解した上で舐めるので、余計立ちが悪い。最初に言ってた、口角の意味がわかったぜ。こいつに狙われたら一貫の終わりだな。ちなみにこいつは赤いものを積み集めて、メスにアピールするらしいぞ。とある大学の研究によると、黄色や青のものと取り替えた結果、メスに見向きもされなくなったそうだ。解説終わり。は、夢か、恐ろしい夢だったな。ん？誰かいるのか？うわあああああ。